全部漏らしちゃったんですよね。そのパターンだ。俺うんこに全然向き合ってなかった。そうでしょ。どうもノブロック TV です。本日のゲストはこちらのお二人、平子くんと岡野くんです。お願いします。お願いします。すごい茶色いというか色味がね、色味がね、おっさん3人でクソジジイ3人でやる YouTube この二人でやる本日の企画はこちら、はい、うん、漏らした話で感動させるチャレンジ。パチパチパチじゃないですけどね、意味が分かんない。これも実験企画で、お前ら2人にしかできないと思ってる実験台でしょ、なんかもう感動話のトーンで入って、うん、結局うんこ漏らした話をするんだけど、それで隣で企画知らないで聞いてるアイドルを感動させることができるかっていうチャレンジです。違う、ちょっと企画会議とかして、した上でやってる。した上で、した上で、した上でプロット版あります初めての企画何も知らない女性2人がほろり芸人いい話っていう企画だと思ってきます。そこに順番に入っていって、すげえいい話のテンションで最後うんこが漏れた話をしてくださ いそれで感動させようっていう。そうとりあえずクライマックスでうんこを漏らさないと。そうっすよね。おまけでうんこ漏らしなきゃ。クライマックスでうんこ漏らさないと。うんこに向けてこう、うんこに向けて組み立ててって、うんこ漏らしたところでどういう表情するか。これ本当に自分の中で大事にしてる話なんで、怪我される思い。いやだから違う話でもいいよ。別にそのうんこに向かって組み立ててきゃいいだけだ。いや、うんこに向かって組み立てたことがないのよ俺は。そうなんですよね。さあということで、はいはい、最初のターゲットは平沢ゆりさんです。平沢さん、はい、今夜はルイ活。この番組では芸人さんに自らが経験したほろりとくるいいお話を披露していただくというもの。さあ、見届け人はこちら、うん、こ平沢ゆりさんです。平沢さん、涙もろい方ですか？結構涙もろい。あ、涙もろいんだ。ですか。今日はね、いろんなお話堪能してください、はい、ということでですね、今回も素敵な語り手が来ております。まずはこちらの方です。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。お願いします。平沢ゆりです。平沢さん、泣く気持ちで来てますか？よろしくお願いします。お願いします。ではおかけください。さあ、それでは早速ほろり芸にいい話を披露していただきたいと思います。はい、僕今芸歴14年目になるんですけど、その芸人になりたての話というか、福井県から出てきて上京した時の話なんですけど、僕26歳で芸人になって今40歳なんですけど、その26歳でこう周りにこの芸人になるっていうのを言うって結構恥ずかしかったりするんですよね。その平沢さんとかも多分そのアイドルになるとか、タレントになれるっていうの準備してる。入ろうって、この話にダイブしようって、うん、ちょっと巻き込むタイプの話し方をするなで、周りに言ったらやっぱりその最悪の反応というか、結構そのいや、なれるわけないじゃんみたいな、そんなバカみたいなこと26で言ってないで、もう普通に働けよっていうふうにすげえ言われたんですけど、その一人グループにその稲垣君って無口のやつがいて、でもそいつはそう言った時もバカには全くしなかったんですけど、でも何も別に頑張れよとも言ってくれるわけじゃなかったんですよ。で僕がまあ深夜バスで、まあお金ももちろんなかったんで東京に行くってことになった時に、まあ福井県のその田舎のとこなんで、その一箇所なんか家から遠いとこから深夜バスが出てるって一人で行ったら、その稲垣くんっていう人が来てくれた。でも別にバーって喋るやつじゃないんで、 ありがとうね来てくれたんだっつって、でバスに乗るときに、はいって、なんか手紙みたいなの渡してくれて、でここ ありがとう、頑張ってくるわって言って、バスに乗って、平沢さんがちょっと入り始めた。でバスに乗って、もう深夜バスで寝るんで結構暗くなるんですよ、うん、で暗くなるんだけど、そこで携帯のこうライトで何書いてあるのかなと思って見たら、すげえ長文のすごいな、3枚ぐらい多分バーって書いてあって、うん、そこになんかすごい、なんか今まで何にも言われなかったんだけど、
俺は本当に26でこの決断したのがすごいと思うみたいな。でめちゃめちゃお前のこと面白いと思うし、あの絶対ちょっと成功してくれみたいな。さあここからいける？バーって書いてあって、で、うん、その何だろう、千円札が入ってたの、千円札だけ、くしゃっていうのが、もう別に稲垣君金ないのは知ってるから、その千円って本当に多分なんだろう、頑張れよって言って1万じゃなくて1000円っていうのがすげえなんかよくて、もう前振りじゃないてるからと思いながら、そうバーって見てた。でも福井から東京って8時間ぐらいかかるんですよ、シネバスと。でそれでも途中からうわーって外見ながらなんか寝るにも寝れなくて、でそうでめちゃめちゃちょっと我慢してたら、なんかすごいこの我慢したからか分かんないけど、下の方からこうそのなんだろう、このここ我慢したからか分かんないけど、下しっこがすごい出そうになっちゃってね。でもそのトイレ付きじゃなかったから、安いシニアバスだったから。どういううなずきなの？でも後に引けないから分かるって一回だけ始めちゃったから、いろいろ気を紛らわそうとしたんだけど、もう寝るしかないなと思って、で俺もう頑張ってめちゃめちゃしっこしたいけど寝ようとしたのかって、で寝ようとして寝れたの。で寝れたら、そう夢だったんだね、今思ったら夢なんだけど、すごいもう売れっ子芸人になってんの、売れっ子芸人になってて、その海みたいなとこでもう芸能人だらけのこう水泳大会みたいなのにもう出てんのよ、うわーっつって一回感動的なのに戻して、戻した、うん、で海にこう行ってバーって自分が行く番でバーって行って盛り上がったんだけど、そこで海に入った瞬間におしっこバーって漏れちゃったね。もう収録してる、うーバーって漏れて、んでそれで目が覚めて、わっやっで深夜バスで、うわやっちゃったと思って起きたの、うん、そしたらそのしっこじゃなくてうんこの方が漏れてた。そのパターンでうんこの方が漏れるかどうかってなんだなと思って思ってますね。確かに感覚が違いますよね。 そういう水とか入ってた時に、そうおしっこみたいなのよく聞くけど、うんこのパターンってあるんだなみたいなね。めちゃめちゃちょっと、平沢さん今のお話いかがでしたか？いや私もやっぱり言い出しづらいのすごいあったから、そういう後受けコメントなんで無理だろう。その唯一の高校の大親友がやっぱり今でもすごい応援してくれてるので、親友の話じゃねえよもう、やっぱすごい共感できて、あなんかちょっと刺さるなと思いました。嘘つけ、うんこの話ありますよね。あります。最初うんこ漏らした流れで岡野泣ける？なんか思い出すと本当そうですね。なんかすげえ今からこう頑張るぞっていう時に、その着いた時点でそのなんだろう、一からその家賃も多分5万もしないとこで、そこでなんかそのかっこよく東京で生活始めたいのに気持ち立て直してる。なんか東京の地にこう降り立った時に、なんかその漏れた状態っていうのが自分で想像できてなかったから、もう本当にごめんなさい、それが本当に恥ずかしいというか、もうこれこんなやつ絶対うまくいかねえわって自分で思っちゃうところがあって、初めて見た顔だなこれ。ごめんなさい、そんなことないね。すごい一番かっこいいっていうか、こう降り立つ時にこううんこが漏れてるっていうのが本当にそうですね、今だったら大丈夫かもしれないですけど、どういう顔なんだこれ。自分ではもう本当に恥ずかしくて。平沢さんいかがですか？でもそうですね、悔しい、うん、でもなんか運は ついたっていうか、まあ、なんかうまく言うつもりもないですけど、そんなひねり出すな、うんこだけに。それでは本日漏らした話ありがとうございました。ありがとうございます。特にあのネタバラシはしないでおきましょう。え、バラさない。お仕事って大変だなって思いながら帰るだけですから、まあ、後で。え、ちょっと
素晴らしい話。素晴らしい、はい、僕で初めて分かった。俺うんこに全然向き合ってなかったそうでしょ、うん、そうですよね。いや合ってるんですか、これ。やってても分かんないですわ、自分で。めちゃくちゃ合ってました。もっとうんこと向き合わなきゃいけない。そうです。泣く話だと思った後の平沢さんの立て直しです。あの途中までちょっと泣いてましたよね。泣いてました、ほぼ、はい、こっから先の V よりコメントの番組、平沢さんもう止まって見えると思う。止まって見えるこんなに頭使ったんだからね。はい、ということでもう一人いますから次平子さんのチャレンジです。俺分かりました。俺分かりました、はい、使いました、はい、大丈夫ですか、はい、俺本当にうんこ漏らしてる話何個かあるから、うん、それをそっから1本、はい、それを感動的に言ってください。わ、はい、かりました、わかりました、お願いします。まだ尖ってたな俺はあ、よかった、目覚めましたね、はい、じゃあ行きましょう続いてのターゲットって松岡さんっていう、はい、松岡さん、はい、いやまた雰囲気違いますね。ちょっと大人の女性だから、はい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 、今夜は涙活、涙を流してデトックスしようという番組です。さあ今回も素敵な語り手が来ております。まずはこちらの方です。お願いしま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 す。ありがとうございます。チャレンジです。それでは早速ほろり芸人いい話を披露していただきたいと思います。はい、僕は福島県の片田舎が出身なんですけども、はい、まあ、今こんな芸人なんてお仕事をやらせていただいてるんですけど、本当に子どもの頃はものすごく消極的で、すごく暗い子どもだったんですね。積極的になんか友達を作ることもできないし、何かに積極的に関わるってことが一切できない子ども、内向的な子どもで、親にも散々そうした意味では心配をかけてたんですけど、松岡さんご準備始めてます。母親は勇気はすごく優しくて、人の気持ちがとっても分かる子だから、そういう感覚は大切にしなさい、で自分が傷つくことよりも相手のことを第一に考えられる勇気の感性はママは大好きだから、お母さんとの話、もうちょっと微笑みが入って、はいはいはい、おで、まあ、そんな中でのある日の出来事、めちゃめちゃくそ、もう準備は整ったぞ。小学校1年生の、まあ、ちょうどこんな暑い夏の日、小学校でプールの授業があったんですね。おそらくお腹が冷えちゃったんでしょうね。プールから上がるよっていう時間になって、みんな列を組んでクラスに帰るんですけど、ちょっとお腹がゴロゴロ痛くなってしまって、ただみんなでこう列を組んでるし、なんか小学校時代って男子ってなかなかこのトイレの台の方に入れない、それが見つかるとみんなで分かりされるこいつどこ行くんだろうなこいつどの話行くんだろうなっていう、松岡さんちょっと心配な声になってきてるよでみんなで列を作ってクラスに帰るその道すがらで、我慢できなくなってしまって、短パンとその中のパンツに僕全部漏らしちゃったんですよね、台を。でその時のさあ、僕漏らしたよ、パンツもう台がべっとりでも大量についてしまった、そのパンツの処理の仕方がどうしても分からなくて、僕一人隠れてパンツだけを脱いで、そのパンツをどうすればいいのか分からなくて、とりあえず短パンのここの裾に挟んで、なんとかあと1時間2時間それを隠し通して家に帰って洗うなり処理するなりしようって、まだ6歳ですからこんな悪知恵も働かず、でここにその汚れたパンツを短パンに挟んだ状態でクラスに戻ったら、どっかのタイミングでそのパンツが落ちてしまったんでしょうね。次の教科の先生がその汚れたパンツを見つけて、これ漏らしちゃったパンツ落ちてるんだけど、これ誰の、みんなの前で問いかけたんです。パッと見たら、そのパンツが落ちた拍子に足にべったりともう汚れてうんちがついちゃってて、だけどそれを拭って僕は知らないふりすれば、一人一人パンツのチェックなんかしないはずだからバレずに済むだろうなって思ったんですよ。だけどその足にこびりついたその汚れを見たときに、消化しきれてないひじきが少し
ついてたんですね。そのひじきは僕はもう野菜もひじきもなんかそういう類なものが全然まだ 6歳なんで食べられなくてマジかよって顔してるだけど僕の大好きな母親が勇気の大切な体はママやパパの大切な体でもあるんだから仲間強制的に体にいいもん食べてで食べさせてくれてたひじきだったんですよ。どういう表情なんですかこれは、ま、泣こうとしてこの話なんでなんですごいもう松岡さんと平子の勝負になってる足についたひじきを見て無理よそれは無理よそれは母親を思い出してもちろんその汚れたパンツの持ち主が誰かなんて誰も名乗り出ない状態でだけど母親僕にいつも自分が傷ついてもいいから人に嘘をつかない素直に子になってるっていう話をいつもしててくれてそのひじきを見た時僕はその母親との顔とその言葉を思い出して意味わかんない先生僕ですってそれ僕のパンツですと思い切って手を挙げたんです。もちろんそんな話はもっと狭い地域なんでもう全学年に話はもう広がってしまって何とか泣きに行こうとしてるけどそれからもう6年間そして中学校に上がった後もあだ名がパンツだったりうんこもらしいなんて話をずっと何とか何とかで泣いて泣き落としてるけど芸人になったきっかけとしてもあの時ずっと泣いてた笑顔になれなかった自分を思い返して女風に傷ついてる人がいてもなんか自分が笑顔にああ笑顔をすることにできたらなっていうことでなんか芸人になって今なんとかそれでなんかご飯を食べることができてるっていう状況なんですね。ありがとうございます。ごめんなさい。すいません。いえ、ありがとうございます。松岡さんいかがでしたか。やっぱりそのすごく印象深い出来事があるとそういったことが原点になってお仕事につながってるんだなって思うと原点か原点か運行原点に頭いいですね。私もなんか昔にあったちょっと忘れられないようなきつい経験もこれからより一層人のために原点にして生かしていけたらいいなって思ってはい思いました。ありがとうございます。すいませんでした。ごめんなさい。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。第1回うんこを漏らした話で感動させる選手権途中からうんこ漏らした話になってった時本当に真剣に話してたらなんか失礼だなと思ってなんかでも本当にあの番組の趣旨を考えたらあのどうにかいいような方にしたいなと思っていや素晴らしかったです、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。本当にちょうどこイタリアで本当にうんこがイタリアの形